ください。サービスダッシュはあんまりこう自分の何だろう、自分がサーブ&ボレーをする距離とか距離とか、あと走れるスピードとかを考えて、あんまり速いサーブだとそんなに前に詰めれない。そこそこの速度のサーブでスピン系で重いサーブを打ってちょっとゆっくりめに打って、その分前詰めて、でしっかりスプリットステップ、そこから安定したボレーをする。基本そのなんかやっぱりサーブスだとセンターとか、まあコースはいろいろ散らして、あんまりリターンが慣れちゃうと困るんで、ワイド打って2回打ったら次はセンターとかちょっと散らしてリターンさせにくいように。なんかあの遅いサーブとかなんかやっぱスピンって思う。スピン系でちょっと跳ねさせて、なんかスピン系にするとまあ僕の勝手にフォア側に打ちづらい。フォア側は逆にスライスの方が、もう全然スピン系でフォアだと多分叩かれる、ただちょっとスライス系、フォア側はスライス系です。バックは逆に跳ねさせてちょっと高いところ。じゃあフォア側ってスライスサーブとかで、バックはスピンサーブで、基本はそれ で、あと意外とよく使うのがボディ、あのボディだとリターンが一番難しい、こうやんなきゃいけないし、あと自分としてはあのサイドにフォルトする心配があんまないので、安全策としてボディとか、迷った時にはボディとか決めてます。ボディでもどっち寄りとか怖い？寄りは考えない。ただワイドに打ったらやっぱ自分のサイドを増やす、まあ、そういう準備をする。ワイドのサーブであまりにも浅く入ると相手にこう前に入られて一旦されると、その分やっぱ角度がついちゃって、相手がグッて前詰めてきたら絶対にサイドだって思って、サイドに動ける準備は絶対にする。サーブはい、グッてなんかよく言われるのは2歩って、もう2歩っていうか、グッて、2歩だな、まあ、結果2歩じゃん。そう、相手に届くしかない、多分2歩ぐらいしか動けないんで、打って2歩もうステップ、ただそうあまりにも速いと多分2歩も動けないで、もうみたいな、ゆっくりめに打って自分のペースに合ったサーブのスピード出せるといいかなと。ありがとうございます。